こんにちは、ショーチャンネルの福ママです。このチャンネルでは自閉症の息子の幼児期から成人までの療育実践記録を発信していきます。今回は自閉症の息子が小学生の時に取り組んだ下校訓練についてお話しします。登下校を自主通学できるようにしたくて、入学式の翌日から登下校訓練を始めました。登校訓練は別の動画でお話しているので、今回は下校訓練のお話をしますね。片道 2.2km の通学路を彼に付き添って一緒に歩きながら教えていきました。入学当初は教室まで迎えに行っていましたが、少しずつ迎えの位置を離していくことにしました。6月から下駄箱のところで待つことにしたので、担任が下駄箱のところまで見送りに来てくれました。1学期は下駄箱のところで待つことを続けたのですが、1学期の終わり頃には教室で先生に挨拶をすると、一人で下駄箱のところまで出てくるようになりました。2学期から登校の見送り場所を伸ばしたので、それに合わせて下校にも挑戦することにしました。9月1日、校門のところで待つことにしました。彼には今日から校門で待っていると話しておいたのだけど、分かっていませんでした。今までのお迎え場所の下駄箱のところに私がいないので、うわあ、お母さんと叫び声が聞こえました。担任が私のいる方を指さしていたので、私も彼に見えるように覗くと、うわあ、お母さん、お母さんと叫びながら校門まで走ってきました。しばらくヒックヒックと泣きじゃくりながら歩いてうちに落ち着いてきました。翌日も私の姿が見えないと、うわあ、お母さんとなるので、彼が校庭へ出たら見える位置で待つことにしました。彼は私が来ているかどうか不安で、靴を履くのもそこそこで校庭へ走り出ていたんですが、9月半ば頃になるとゆっくり歩いて出てくるようになりました。そんな様子から彼の不安が取れたのだろうと思って、彼が校庭へ出ても見えない位置、校門の外で待つことにしました。1日目、お母さん、お母さんと走ってきて私を見つけると、ほっとした表情になり、翌日からは大丈夫になりました。1ヶ月ほど校門の外で待つことを続けていたんですが、10月15日、アクシデントがありました。ほんのちょっとの時間差で彼とすれ違ってしまったんです。泣きじゃくりながら帰っている彼に追いつくことはできたんですが、この大失敗で彼の信用をなくしてしまい、下駄箱のところまで迎えに行くことからやり直しになってしまいました。信用をなくしたせいで、2学期中はあまり距離を伸ばせず、校門のところまでで終わりました。3学期の節目で心機一転、担任と相談して校外で待つことにしました。1月9日、校庭へ出てもいつもの場所に母の姿がない。彼はわーわー泣いて校外へ出られないし、近くにいた子に八つ当たりしていたようで、私が待っている場所まで担任が付き添ってきました。彼には待つ場所を変えることを説明していたのだけど、言葉だけの説明でわかるはずがなかったんです。どうしようか、どうやって彼に私と出会う場所をわからせたらよいだろうか、ああでもない、こうでもないと考えた末に、言葉だけでは無理だけど、写真ならわかるかもしれないと思いつきました。
そこで通学路を帰る方向から各所で写真に撮り、ここまで帰ると文字を入れてカードを作りました。これは実際に使っていたカードです。明日からここと決めた地点の写真と実際の場所を、前日下校しながら明日からここよと写真と実物のマッチングで息子に確認させました。この写真カードはパンチで穴を開けてランドセルの横にぶら下げるようにしました。1月11日、登校前にお母さんはここにいるからねと写真を見せて確認させて、下校前にもう一度写真を確認させるように担任にも依頼しました。カード使用開始の合流地点は校門を出て2つ角を曲がったところにしました。そこまでなら泣いても少しだし、カードの意味を分かればいい。どうなるかなと待っていると、お母さん、お母さんと大声で叫ぶ声が聞こえてきました。でも泣き声じゃない。やがて息せき切って走ってきました。えらいね、ここまで帰れたねと写真と見比べさせました。カードの意味に気づいたかどうか不明だったけど、彼は不安そうにしてなかったので成功です。1月22日、昨日まで私を見つけるとお母さんと叫びながら必死で走ってきていたんですが、今日は私が見えるとお母さんと言って少し早めの足取りでニコニコと歩いてきました。この地点はもう大丈夫だなと思い、翌日は私が待つ地点を少し伸ばしてみました。次の地点は一つ角を曲がったところで、今私が待っている地点まで来ると見える位置です。前日の下校時にここまで帰るの写真カードで待ち合わせ場所を伝えてはあったんですが、昨日までの地点に私がいなかったので、お母さん、お母さんと叫んでいました。叫び声が聞こえてしばらくすると走って帰ってくる彼の姿が見えました。 2,3 日するとゆっくりとした歩調で歩いて帰ってくるようになりました。こんな感じで2週間ごとぐらいで少しずつ距離を伸ばしていったんです。待つ位置を変えるたびにお母さんと叫びながら走って帰ることを繰り返し、少し不安な様子を示しながらも変更を受け入れるようになりました。待つ地点を伸ばすときには前日の帰り道で写真と実際の場所を照合させておきました。明日からここにしようと写真カードを見せると、彼はそんなと言って距離を伸ばすことを嫌がったんですが、ここは嫌なの？じゃあこっちにしようか、それともこっち？と、もっと遠い位置のカードを 2,3 枚用意しておいて彼に選ばせると、変更することが嫌だったはずなのに一番近いのが得だと思うようで、はじめに私が見せたカードを選んでここまで帰ると自分で決めていました。1年生の間には学校から500メートルくらいのところまでしか伸びなかったんですが、少しずつ一人で帰ることに不安は取れていきました。実は1年生の時は普通学級と下校時間が違っていたので、彼一人ポツンと帰っていたんです。2年生になると下校時間を交流学級に合わせてくれるようになり、下校前に終わりの会を交流学級で一緒にして学年下校するようになったので、距離を一気に200メートルくらい伸ばしました。特殊学級が2クラスになり、先生が2人体制になったので先生に時間の余裕ができたようで、1週間ほどの間は彼の様子を見に来てくれました。
一緒に帰る交流学級の子どもたちも、彼のランドセルにぶら下がった写真カードの意味を知っていてくれたので、地点の変更で彼がうわーっとなった時には、お母さんはここまで帰ったらおるけんねと彼に教えながら連れて帰ってくれました。彼も友達が一緒なので心強かったのでしょう。新松と帰ると言っていました。新松は2年末組のことです。ちょうど半分くらいの地点に信号機のない大きな交差点がありました。この交差点を渡ることには時間がかかりました。1年以上も私と一緒に渡ってきた交差点なので、渡り方は示してきたつもりだったんですが、彼が自分で判断して渡れるようにはなってなかったんです。彼が自分の判断で安全に渡れるようになるまでに2ヶ月以上かかりました。この交差点をクリアするまでの様子は面白かったので、次回の動画で詳しくお話しします。2ヶ月かけてクリアした信号機のない交差点の次は、交差点から200メートルほど帰ったところに踏切がありました。ここは遮断機があったので教えやすかったんですが、一度だけ遮断機が降りかけた時にその下をくぐって走り抜けた友達に、翔ちゃん、はよ来いと言われ、行こうとして身構えたので私に止められました。すると彼は友達に向かって、もう危ないでしょと怒鳴っていましたが、止めてなかったら彼も遮断機をくぐり抜けていたと思います。私が一緒のうちにハプニングがあってよかったと思いました。こうして彼は危ないを何度も経験しながら下校の仕方を覚えていきました。1年生の2学期から一人下校にトライし始めて1年が過ぎた10月。2.2 キロある道のりのうち3分の2くらいを交流学級の子たちと帰ってくるようになりました。そこで友達と別れると彼一人になるので、なんとなくその位置から距離を伸ばすことを控えてしまっていました。時々、私との時間のすれ違いで自宅近くまで帰ってくることがありました。彼は、もうお母さんは、と怒っていましたが、落ち着いた様子で歩いていたので、そろそろ思い切る時期が来たなと思いました。10月24日、参観日の日。今までは授業参観後の学級懇談は彼も教室で待っていたんですが、この日は家まで帰るの写真カードを見せて、今日はエリちゃんと一緒に帰ってと2学年上の姉と一緒に帰らせてみました。姉に頼んだのはこの1回きりだったんですが、姉や姉の友達と一緒に無事家まで帰りました。私の迎えなしで帰れたのがよほど嬉しかったようです。翌朝、今日はどこまで帰るのと2、3枚の写真カードを見せると、家まで帰ると言って写真カードを取って投稿していきました。この日から迎えは必要なくなり、一人で下校ができるようになりました。入学式の翌日から登下校訓練を始めて、1年7ヶ月かけて自主通学ができるようになりました。道中が長いので、からかわれて八つ当たりしたり、鼻血が出て通りがかりの人に手当てをしてもらったりしたことを、数日後担任から連絡を受けることもあったんですが、すごいね、一人で帰れたねが嬉しくて、一人で帰りましたと意気揚々と帰ってくるようになりました。息子の下校訓練にはランドセルにぶら下げたこの写真カードがとても役立ちました。よく使ったカード、特に家まで帰るのカードはボロボロになるまで使いました。
最後まで視聴してくださってありがとうございました。登下校訓練中のアクシデントのいくつかは次回からの動画で配信しますので、よかったら視聴してみてください。幼児期から成人するまでの自閉症の息子の療育実践記録を発信していきますので、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。